ないないのお二人、ライス、こんばんは。違うんですよ。関町とか。四人さんは、ご飯に豚汁だけっていけますか？豚汁。俺いける。十分おかずになる。そう。せめておにぎりにしてほしいな。俺結構好きかも。いや、ちょっと漬物ついててほしいな。人参が嫌すん、豚汁の人参が。そこを豚汁。ただめちゃくちゃ、人参が込めて合わないです。ポイント違うわ。お前と合わへんわ。ポイント違うわ。え、ポイント人参入れてない豚汁とせいや、お前の中では。大根もあるやん。勝手にせいや、それはだから。それがうまいやん。いや、ほんまに。冬のロケとかで、そこで炊き出ししてくれて、それと白飯と合うやん。めっちゃうまいやん。ちょっともう、その、お弁当と豚汁と、その、白飯だけだと、振り、なんかかけたくなりますね。まあ、なんか。ちょっと七味あったら。あ、七味はもう。ちょっとかけて。え、それやったら、まあ、めっちゃ話戻りますけど、うん、クリームシチューいけません。なんか同じような気するんですよ。違う。ジャンル一緒でしょ。言ってるっていうね。はい。ジャンル一緒じゃないですか。なんかね、完全用やもん。でそれパンで行くとちょっと。あ、そうか。で、めちゃくちゃ寒いロケの時に、ご飯あります。そう。温めご飯は炊いてます。で、おかずはないけど、豚汁はあります。ってなった時に、ありがたいなと思って食べたことあんねん。うまいなぁ思って。でも今やったら、そんなかなかお家でその、お家で出てきたらどう思うそれ。白いご飯と、豚汁だけ。あ、なんかもうちょっと欲しいなと思ってますね。納豆が欲しいなってくるな。あなた味噌汁のがいいですね。味噌汁と豚汁だったらどっちします？ちょっと言わんとしてるだろ。いや、白米があって。だけやったら、豚汁。え、ほんまですか？何の味噌汁？僕は、よう言われてる白味噌。よう言われてる。言われてる。と、具材。あ、そうそうそう。もう、シンプルです。風と、ネギですか？風とネギ。はい。風とネギでいい？と、ちょっとした豚、豚肉入ってましたっけ？豚汁やない。それ豚汁やない。お前豚汁やないか、好き。豚汁と豚肉は美味しいです。あれいいですよね、豚汁と豚肉。豚汁の豚をやな。おかず代わりにしてご飯食べるじゃん。だから結局、お前の中で豚汁の豚をおかずとして食べるの想像せえや、早めに。だから食べれんねんで、豚汁って。ちょっとでも漬物欲しいやろ、でも。まあよく言えば。よく言えば。まあでも十分おかずになるよ、具材がっていう。おかずになる。味噌汁はならない、おかずに。ほんまですか。うん。ご飯と味噌汁だともう一個な、やっぱ漬物かなんかちょっと足したら嬉しいなって思う。それぞれですね、やっぱり。これ違いますね。かなりうなぎが違うけど。僕が違うんすか、やっぱ。いや、これもほんまだから人それぞれ。だからこんなにご飯でこんなに喋ってんねん、はい。育ってきた環境とか、地域、で、自分の家庭のそのお金の値段具合。なるほど。そう、水加減、炊き加減。ね、深いんすね、食って。おかず、何やったかとかにも読んのよ、これ。でもばあちゃんはべちゃべちゃ流行ったもん。うちのおかんは固め流行ったもん。水多いな、ばあちゃんな。え、別に俺ばあちゃんをディスってないね。そのばあちゃんはその、やらかい。好みがね。この家庭の、言うたらその一家のその系譜としてね。せけどなんかびちゃびちゃでカレー食べるのもちょっと嫌やん。はい。びちゃびちゃカレーは嫌。ちょっとね。はい、うん。わかります、わかります。やっぱ立っててほしいな。はい。すぐは立っててほしいです、ね。カレーの時はな。はい、ラジオネームにっちゃん。